N-1 は月にソ連人の宇宙飛行士を送るように作られたソビエト連邦のロケットである。全長約100メートル。アメリカのサターン V ロケットに匹敵する大きなロケットで低軌道に95トンものペイロードを投入できるよう設計された。しかしながら4回の試験打ち上げすべてに失敗し実用化の目処が立たないまま1974年に 計画は放棄された。N-1 の開発は月、火星への有人宇宙飛行、宇宙ステーション、大型軍事衛星の打ち上げのために1956年から始まった。米国が1961年に有人月面着陸の目的を発表した後1964年に N-1 はこの目的に転換した。しかし、予算が十分に供給されなかったため、 計画は成功に至らなかった。他のソ連製宇宙ロケット同様、小型のロケットエンジンを多数束ねることで大きな推力を得るクラスターロケット方式をとっているが N-1 の第1弾ではその数は30機にも及びそれらを同期制御することが技術上の最大の課題であった。現在の技術をもってしてもそれだけの数のロケットエンジンの同期制御は極めて 困難である。N-1 では多数のエンジンを制御するために高度システムが開発された。一つのエンジンが停止すると自動的に中心軸を挟んで反対側のエンジンを停止してバランスを取るとともに他のエンジンの燃焼時間を延長して性能を確保する制御システムで4つのエンジンが停止しても対応できるようになっていた。さらに、 外周の24機のエンジンの一部は機体の延直軸に対して角度をつけて装着された。これらのエンジンの出力を調整することでロール回転のコントロールも可能であった。ただし3号機ではこのシステムでも制御しきれないロール回転が発生したため後にステアリングエンジンを追加した。テストのための資金不足と技術的困難のため4回行われた。 テスト飛行はいずれも成功せず、すべて第1弾の分離の前で失敗した。最も長い飛行は107秒で、第1弾の分離直前で爆発した。テスト飛行は最初の2回が1969年、3回目は1971年で、最後の飛行は1972年に行われた。1974年5月に、 ソ連の有人月着陸計画は中止され、これに続いて N-1 の開発も同年8月に放棄された。さらなるテスト飛行に備えて用意されていた2機の N-1F は廃棄され、残骸は避難所及び貯蔵小屋として使用された。N-1F 用のエンジンである NK-33 は破棄されたはずであったが、放射性廃棄物のカバーをかけて破棄されずに残っていた。 物が発見され、試運転の結果、まだ動くのみならず、良好な性能を示したため、2005年民間のロケット開発で使用されることになった。このエンジンを再利用する計画は、予定よりも遅れたが、2013年にこのエンジン2機を一段に使用するアンタレスロケットが打ち上げられ、商業利用が開始された。1961年5月にアメリカは、 月の有人着陸計画を発表したとき、セルゲイ・コロロフは現在ソユーズとして知られる新型の宇宙船をもとにした月計画を提案した。これはソユーズと月着陸船やエンジンや燃料を複数回に分けて打ち上げ、軌道上で組み合わせるという案だった。この方法は宇宙船の打ち上げに必要なロケットが一度に打ち上げるよりも小型で済む利点があったが、 それでも必要なペイロードが大きすぎて、既存のソビエトのロケットの打ち上げ能力では及ばなかった。コロリョフは50トンのペイロードを打ち上げるために、最終的に製造された N-1 の設計よりも、はるかに小型の N-1 ロケットの開発を打診した。動力源は、ソビエトのロケットエンジンの設計の大半を、受け持っていたバレンティング・ルシコが新設計したオーブと、 N2O4 を推進剤とする RD-270 だった。この混ぜるだけで爆発的に燃焼するハイパーゴリック推進剤はグルシュコが設計した既存の複数の ICBM に幅広く使用されていったエンジンの様式だった。しかしながらこのオブ N2O4 推進剤の組み合わせはケロシン液体酸素よりも 被水力が低かったので、コロリョフは、ハイパーゴリック推進剤に代わる、別の現実的な高性能の設計が必要になると、感じた。さらに重要なことに、コロリョフは、有人宇宙船の安全性を高めるために無害な、推進剤の必要性を感じていた。この意見の違いは、グルシュコとコロリョフの中互いに発展した。両者の核質の原因はそれだけではなく、 過去にグルシコの嘘の告発により、コロリョフが強制収容所を送りになったことや、グルシコがコロリョフに比べ不遇な扱いをされていると感じていたことなどが背景にある。1962年に行き詰まりを打開するために開催された会議でコロリョフの意見が採用された。グルシコはこのような設計に取り組むことに反対したため、コロリョフは最終的に諦めて、 オークブ -276 の Z エンジンの設計者であるニコライドミトリエビチ、クズネツオフに支援してもらうことを決めた。クズネツオフはロケットエンジンの設計経験が乏しく、非常に小型の NK-15 エンジンを高度に応じて最適化した派生型が計画された。必要な水力を生み出すために、複数の NK-15 を一段目の周囲に束ねて使用することが検討された。 エンジンの輪の内側は開かれる予定で、ブースター弾の上部付近に設置された、吸気口から空気を送る予定だった。空気は燃料リッチの排気と混合され燃焼することで、水力を増強する仕掛けだった。環状に、多くのロケットエンジンのノズルを配置する N-1 の一段目はトロイダル、エアロスパイクエンジンシステムを形成していた。より一般的なエアロスパイクも、 同様に研究中だった。サターン V と N1 の比較。N1 の方が短いが推力は大きい。一方、サターン V は液体水素エンジンを2段目と3段目に使用しているが、N1 は前段ケロシンを使用するので、サターン V の方がより重いペイロードを軌道へ導入できる。打ち上げ実績は対照的で、サターン V は13回の打ち上げに全て成功したのに、 対して N1 はすべて失敗した。燃料と酸化剤を多数のロケットエンジンへ供給するために複雑なポンプを必要とした。それにより脆弱となり、打ち上げ失敗の要因となった。さらに N-1 のバイコヌール打ち上げ基地は内陸部にあり大きな部材を船舶で輸送することができないので小分けにして鉄道で運び、現地で再組み立てした。 その結果複雑化し、推進剤の供給系の配管とタービンに起因する破壊的な振動と、やはり排気の流体力学的な問題から生ずる、機体のロール軸の傾斜や真空キャビテーションをはじめと、する問題が打ち上げ前に発見されず、その解決も必要となった。それらの技術的な困難を順番に解決するための資金が不足していたことにより N-1 は、 すべての試験打ち上げに失敗した。12回の試験計画の中で4回の無人飛行計画はすべて1段目を分離する前に失敗に終わった。最も長い飛行は最後に発射された107秒で第1段分離の直前だった。月面有人着陸の N-1F 計画が中止された後もアメリカのスカイラブに対抗する。 宇宙ステーションの打ち上げにこのロケットを使用することが期待されたが、皮肉なことにグルシコの開発したロケットが充当されることとなり、N-1F 計画は1974年に終了した。2機の N-1F は当時打ち上げ準備段階だったが中止された。計画は大型のプロトンロケットのようなハイパーゴーリック、推進剤を使用したバルカンという概念で、 1976年にエネルギーやブラン計画が開始されるまで続いていた。ありがとうございます。